東洋大学大学院インド仏教研究5-A Introduction。 皆さんこんにちは。インド仏教研究 5-A 担当の非常勤講師田中公明です。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため4月6日に矢口学長より新学期の初回の講義をオンラインに切り替えてもらいたいとの要請がありました。そこで予定していた講義の内容を要約したビデオコンテンツを制作し、受講予定の皆さんに視聴していただくことにしました。通常の講義では教室でパワーポイントを使用していますが、今回はその内容を YouTube にアップロードしました。ただし90分のビデオコンテンツを制作するとファイル量が膨大となるため、全体を圧縮し詳しい内容についてはこれから指定する参考書を勉強していただきたいと思います。レポートは本コンテンツを視聴した意見感想をトヨネットエースを通じて提出してください。提出した方を出席とみなします。それではビデオコンテンツの視聴を始めてください。講義の目的と内容。インド密教研究序説。日本に流布する真言天台密教の原点をその故国であるインドに遡って研究するためには、サンスクリット語の密教文献を研究する必要があります。ところがインドでは13世紀に組織的な仏教が滅亡したため、仏教の原典はほとんど残されていませんでした。ところがネパールでサンスクリット語の仏教写本が発見され、インドの原典を忠実に翻訳したチベット大蔵経も利用できるようになり、インド密教の研究は飛躍的に発展したのです。本講義ではこれらの文献資料に加え最新の考古学的知見を取り入れ、5、6世紀にインド密教の原初形態が出現してから7、8世紀における大日教金剛朝教の成立、さらにチベット密教の源流である9世紀以後のインド後期密教に至るまで、インド密教の歴史的展開を概観します。教科書の指定。教科書につきましては、本年の3月に春秋社から刊行いたしました了解曼荼羅の源流、この著書を指定することにいたしました。一般書店のほかオンラインでも購入することができます。また東洋大学図書館にも一部入れてもらうようにお願いをするつもりです。講義のスケジュール。最後に講義のスケジュールについてですが、シラバスでは今ご覧に入れている表のように全15回ということで計画を立てました。ところが新型コロナウイルスの拡大防止のために開講が遅れたため15回行うことができません。そこで13回に縮めてほしいという要望がありましたので、11回目と13回目の講義を省略して全13回で行うことにしたいと思います。なおこの第11回目と第13回目は教科書に対応するチャプターがない部分でございますので、教科書の内容にはより忠実な講義になるというふうに考えております。そういうわけでこれからも新型コロナウイルスの流行拡大によっては講義をさらに短縮したり、あるいはオンラインに切り替えたりすることが考えられますが、受講される皆さんも健康に気をつけられまして、できるだけ、講義に参加あるいは視聴するようにしていただきたいと思います。本日はこれにてオンライン講義を終了いたします。